風車祭りは、池上英一による日本の小説作品。1994年に、文芸春秋に連載された。第118回、直木賞候補になった。デビュー作、バガージマヌパナスが書けてしまった作品であるのに対し、本作は作家であるという自覚を持って、書こうと思って書かれた作品である。2005年、栗原守により、漫画化される。 ワンモアキスにて2005年7月号から2008年1月号まで連載され、単行本は前後巻が刊行されている。栗原が池上の作品を漫画化するのは、バガージマヌパナスに続き2作目である。バガージマヌパナスにおいて物語を凝縮し、全一巻に収めたことが心残りで、もう一度池上作品を漫画化したいと願っていた。以下は、 主に漫画版を元にした記述である。1996年、沖縄県、石垣島、高校生の日畑氏は、翌年に控えた97歳のお祝い、風車祭りを待ちわびている藤尾ばあの、何か刺激が欲しい、という企みで、妖怪美を目撃、眩を落としてしまう。しかし、その妖怪感は魔物などではなく、228年もの、間、 マブイだけの身で彷徨い続けるピシャーマだった。タケシは、儚げな雰囲気を持つ美しいピシャーマに、一目ぼれし、自分がマブイを落としているのにも構わず、彼女の願いを叶えようとする。しかし、ピシャーマが、現在の姿にされた本当の理由は、二雷神、マユンガナシーによって、破滅に向かう島から生き残る人を選ぶという使命を、負わされていたからだった。 島に古くから伝わる信仰が薄れたことが原因で、島に洪水、干ばつ、血の海、地震、大津波など様々な災いがもたらされると予言される。一人で、マブイだけの身で何ができるのかと悩むピシャーマを前に、災いは次々と訪れる。未曾有の危機が迫る島の運命はありがとうございます。